にちは、まいこでございます。本日はですね、夏の崩れないメイクプラス私の最近やってる毎日メイクをしていきたいと思います。私のこの一軍コスメポーチの中に入っているものだけを使って、メイクを今日はしていきたいと思っています。あ、ちなみにこれすごい可愛いでしょ。すっごいしっかりしてて、フランフランのセールで購入しました。汚いですけど、上がブラシ入れるところになってて、下がね、こうがっつりいっぱい入れれるようになってます。あの、母親と妹にこれ見せたら、私も欲しいって言って、みんな今おそろで使ってます。私この間髪の毛を染めてきたんですけど、ピンク寄りのブロンドみたいな感じにしたんですけど、全部ねピンクが抜けちゃって、ストロベリーブロンドみたいな感じになっちゃってるんですが、白いブロンドがね恋しいです。まあこれはこれでいいのかな。では早速始めていこうと思います。それではスタート。はい、それでは早速始めていきます。スキンケアは今終わらせてる状態なんですけど、スキンケアの時点でしっかり保湿をしていくことが、夏の崩れないメイクのポイントになります。ベースはこちら、マキアージュのドラマティックスキンセンサーベース。これは小さい大きさのものなんですけど、普通サイズの方をちょうど使い切ってしまって、ちょっと今緊急というか臨時でこのちっちゃい子使ってるんですけど、これはね混合肌の人にぜひぜひおすすめです。皮脂が出やすい時は皮脂に反応して、サラサラにしてくれて、乾燥が激しい時はしっかり潤いを与えてくれるっていう、あの本当に混合肌のために作られたような、下地だと思います。そう、今もうこの塗った時点で結構ねサラサラで毛穴も綺麗に隠れております。タインドルウルトラウェアのプラスティック毛穴消しゴムで毛穴を埋めていきます。画面通して伝わるか分かんないんですけど、見るからにね表面がマットにな仕上がりになります。なんか小じわも本当は目立たなくさせてくれるらしいんですけど、そんなにねそこは微妙かな。毛穴の方が効果があるかな。次はファンデーション、お気に入りでもご紹介をしたシュウウエムラのアンリミテッドラスティングフルイッド。結構サラサラめの、テクスチャーです。お色754番ミディアムベージュになっております。これは本当に素肌にピタッと密着してくれる感じで、カバー力と自然さを求めてるならこれはねすごいいいと思います。ただこれすごい乾燥するというか固まるのが早いので、顔全体に塗るんじゃなくて、パーツごとにサササササと早めに、塗り伸ばしていくのがポイントです。これもうここに塗ったところとかねだいぶ乾いて固まっちゃってきてるんですよ。早めに早めにサササササッと、喋ってる暇ないからね、パパパパパと塗り伸ばしていきます。これはすごいカバー力高い方なんですけど、もっとカバー力が高いのを今探してて、いろいろ見ていて、この間実家帰った時に妹にこれメイクのやつがいいよって言われて、それをね借りたんですけど、それがすっごいよくって、それ買おうかなって今見てます。今度ハワイに行く予定があるので、その時に買っちゃおうかなって思ってます。ほんと早く行きたい。でスポンジで軽く押さえていきます。去年の夏はずっとエスティローダのダブルウェアを使っていて、まあ全然ね崩れなくてすごい気に入ってたんですけど、ちょっともうだいぶ飽きてきたというか別に同じの使ってもいいんだけど、やっぱ飽きるよね同じパッケージ毎日見てると。今年こんな素敵なものが現れてくれてすごい嬉しいです。薄付きでカバー力高めの感じがすごい私は好きです。コンシーラーはウェイクメイクを使っていきます。これもこの間の動画で紹介したばっかりですが、かなりこっくりめの質感です。こういうクマ用のコンシーラーよりもかなり固めで、シミを隠すスポッツカバー、これより、軽めなのでちょうど中間ぐらいの硬さなのがすっごい気に入ってるんですよ。カバー力もほらすごい高いし、でケーキにならないのでね、これは好きなんですよね。このファンデーションがね結構セミマット、マット寄りのセミマットで、このウェイクメイクもセミマット感を崩さないちょうどいいニュートラルな質感なので、これいいペアリングだと思います。いつものこのねスポッツカバーで大きなシミを隠していきます。このままでもいいんだけど夏は崩れやすいのでパウダーをしていきます。この子がいないと夏は越せない
ランコムのタインドルウルトラウェアルースパウダー、こんな感じでちっちゃいパフがついていて、まあ、私はこうやって直接出してこんな感じでウニウニしてつける感じです。本当は大きなパフでつけた方がいいなと思うけど、ちょっとめんどくさいのでいつもこんな感じです。この子がねいいんですよ、本当に全然崩れない、すごいサラサラで毛穴もね綺麗にふわーっと消し去ってくれます。ほらいい感じ。先にシェーディングやっちゃいます。毎日メイクだったらやっぱこれを選んじゃうかな。フィジシャンズフォーミュラのムルムルバターブロンザー、ブロンザーっていうお色、これあれだよね、もう日本で買えるようになったんだよね。この間ロフトに行ったら売っててびっくりしました。ちょっと高かったけどね。これココナッツのすごいいい匂いなの。首のねこの辺までやっちゃいます。ベースが終わったらミストかけます。これはピクシーのねハイドレーティングミルキーミスト、アイハーブで買えます。すごいいい匂いなんですよ。これ保湿もしっかりしてくれるミストになります。結構ずっと使ってます。なんか今アイハーブで何でも買えるようになったもんね。それが本当嬉しい。眉毛ヘビーローテーションのパウダーアイブロウ &3D ノーズシャドウの02ナチュラルブランを使います。これはねもうずっと前から使っていて、まずこの明るい色で先にねノーズシャドウ、私は先にっていうか眉毛と同時に一緒に入れていっちゃいます。ほんとのっぺりした顔なので、この眉毛の下大きくこの三角ゾーンにまず入れて、鼻筋につなげて鼻の頂上を高くしていきます。でこのままパウダーでまず土台を作っていきます。とこちらで土台を簡単にね作った後に、文字消えちゃってますか、ウェイクメイクのアイブロウ、こちらもお気に入りで紹介したものだと思うんですけど、こちらで一本一本描き足していきます。今日はちょっと眉毛濃いめでいきます。ナーズのボワヤジュールアイシャドウパレットのコッパーでございます。まず一番左上を、アイホール全体というかもうめちゃめちゃ全体に広範囲に広げていきます。これはねめちゃめちゃ使いやすい。これ結構薄そうな色だと思うんですけど、肌にのせるとちょうどいいねニュアンスの影というかいい感じに下地をね作ってくれるのでもう大好きです。これが多分一番使ってるかな。ここにノーズシャドウがあるんですけど、そこにもね綺麗につなげていきます。ここのねくぼみもこれで一緒に作っていきます。ここねほんとなんか綺麗な女優さんとか絶対ここくぼんでるからね。なんなんだろう、こんな感じ。はい、私小さめのブラシでを開いた時にこうね三角に出るように塗っていきます。説明がちょっと下手くそですけど、私かなりこの後ろのねこの部分の皮膚が垂れてきてて、いつでもこうやって隠れちゃうので、目を開いた時にここにねちゃんと見えるように、目を何回かこう見開きながら位置を確認しながら塗っていきます。まあやりすぎた感じだとこんなこういう感じで、これをぼかしていきます。目頭にこれもまた同じように目が開いてる状態で見える位置に塗っていきます。で二重のラインにふんわり入れてデカめで残りで下に入れていきます。で次にこのラメの入った右下のを締め色のところに入れていきます。これでねかなり立体感がプラスされます。これでアイシャドウは出来上がりです。アイシャドウだけでだいぶ違うもんね。いいと思います。じゃあこっち向いていきます。
イライナーの前に先にビューラーしていきます。ビューラーはね、インテグレートのやつを使ってて、私ほんと10年、20年以上かな、ずっと資生堂のを使ってたんですけど、結構資生堂はね、グイッとこう、なんだろう、奥まで入った立体感のあるビューラーで、私目が小さいので、いつもね、なんか余っちゃってたんですよね。で、なんか痛えみたいな。で、でもこれはね、こう、資生堂がこういうカーブだったら、これもっとこういう平たい感じなので、私の小さい、平坦な目にはすごく合っていて、結構お気に入って、これコンビニで買ったやつなんですよ。たまたまね、旅行先でビューラー忘れてきちゃって臨時で買ったやつだったんですけど、それ以降ずっとこっち使ってます。すごいです。マスカラ系統を使っていきます。ザ・ラッシュフォーマーのロングですね。 BK1 ブラックです。アイライナーはキャンメイクのクリーミータッチライナーを使っていきます。ちょっと今日あれだね、プチプラ多めですね、気づいたら。あ、っていうか、アラジン見ました？皆さん。もう私アラジンが昔から好きなんです。アニメっていうかディズニーの方。もう今回の映画のやつもすごい良かったんですよね。絶対見てないと絶対見て。もう、ほんといいから。アラジン役の子もめっちゃかっこいいし、ジャズミンはね、ちょっとイメージ違ったんだよね。でも、その子も可愛いしね。ほんといい。アイラインはね、控えめに引いてきます。ちょっとアイシャドウでブワッと結構広めにしてしたので、こう抜け感を作りたいので、ハイライトはカバー FX のカスタムエンハンサードロップ、お色ムーンライトを使っていきます。これ使う前に必ずよく振って、出します。ファンデーションに混ぜたりとか下地に混ぜたりだとか、いろんなね使い方ができるんですよ。私は直接塗るのが好きなので、仕上げにハイライトとして入れてきます。これすごい肌なじみのいい、お肌の色にそのままメタリック感足しただけみたいな感じの、ほんといい色。ほら、すごいいいツヤ感じゃない？もう癖になっちゃうよね。チークはローラメルシエのジンジャーを使っていきます。普段メイクは目を主役にツヤ肌、チークボーンのところをしっかり輝かせたいので、ファンデーションをあえてセミマット。ケイトの、ダブルラインエクスパートで涙袋ラインを出していきます。仕上げにリップを塗ってきます。スリーピングマスクなんですけど、ラネージェのスリーピングマスクを塗っていきます。これ夜塗るときはたっぷり塗るんですけど、下地塗るときはほんと軽くつけていきます。もうね、私このオペラのこの色がめっちゃ好きで、シアリップカラー RN、 もうね、もうすぐなくなりそう、やばい。02のレッドベージュです。ちょうど自分の唇にちょっとは髪を足したぐらいのいい色なんですよ、これがね。というわけで完成でございます。絶対に崩したくない時のベースメイクで、毎日メイクをしてみました。今回ね、ご紹介した最近私がやってる、崩さない夏のためのベースメイクなんですけど、キーアイテムはこの子たち、この3つは今年の新作ですね。シュー上村のアンリミテッドダスティングフルイッド、これはとにかくすごくおすすめで、私いつも言ってると思うんですけど、乾燥肌よりの混合肌で皮脂をしっかり吸い取りまくってくれちゃう、ファンデーションって乾燥しちゃうんですよ、この辺が。でもこれはね、大丈夫でした。なんで乾燥肌の人でも多分ね、心配なく結構使える子だと思います。アジアの夏、高温多湿の季節でも使いやすいように、しっかりとね、皮脂を吸ってくれる成分が入ってるみたいなので、これはね、ほんと崩れないのでおすすめです。でね、このマキアージュのドラマティックスキンセンサーベース、これも本当によくて、混合肌の人におすすめかな。
このねベースとファンデで物足りないところをカバーしてくれるのがこの2つ、ランコムのタインドルシリーズ。私このファンデーションも持ってるんですけど、それはね乾燥しちゃうんですよ、残念ながら。せっかくだったらね同じタインドルシリーズでピチッと揃えてねかっこよく使いたかったんだけど、残念ながらそれはちょっとお肌に合わないので、今年の新作、パウダーとスティックタイプを、今使ってます。はい、というわけで今回動画楽しんでいただけた方は、いいねボタンをお願いします。チャンネル登録のまだの方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは次回お会いしましょう。 See you next time!